です。藤崎美優です。さあ、ついに始まりました NGT48 の新潟スイーツ部。やったー。はい、というわけでこの番組はですね、新潟県内の気になるスイーツを紹介するとともに、お店やその生産者さんを応援し、新潟の魅力を皆さんに発信していくという動画コンテンツになっております。はい、でこちらの番組はBSN のアプリさんと、そして BSN さんの公式 YouTube にて配信されているんですが、ゆくゆくは私たちテレビを目指してこれから頑張っていきますので、よろしくお願いします。たくさん見てね。さあ、というわけでみゆみゆ、はい、私たちが今いる場所はどこですか？こちらは私たちの番内にあります NGT48 劇場です。イエーイ、やったやった。はい、そうなんですよ。はい、まさにこの NGT48 劇場は私たちのホームグラウンドなんですけども、はい、早速初回の今日はこの劇場からすぐ近くにあるあのお店に行っちゃいたいと思います。早速行ってみましょう。レッツゴー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 、楽しみだ。かわいい。行ってきます。私たちがやってきたのは劇場近くのガルベストン通りです。本当にすぐそこですね、劇場。ね、そうなの。え、来たことある？あります。でも一人で来たんですよ、その時。じゃあ嬉しい。そうなんです。なのでメンバーと一緒に来れるの嬉しいです。私も結構メンバーとかと来て、で大好きなスイーツがここにあるんですよ。行っちゃいましょう。ゴーゴー。撮ってました。みゆみゆは何にしますか？はい、私はこのイチジクのパフェをお願いします。はい、なんか私はモンブランプリンをやっぱ食べたいんですけど、なんか今メニュー見たらほうじ茶とかぼちゃが見たことなくて、はい、初めて見ました。そう、見えますね。でもなんか旬な感じするのはかぼちゃだよね。確かに。かぼちゃ入手します。はい、ありがとうございます。はい、グラスが不思議な、ねえ、かわいいよね。私のはこれです。すごい、ぐにゃんってなって、かわいい。ねえ、なかなかないよね。ないですね。1個ずつ違うんだって。すごい。最初ロケ誰と行きたいですかって言われて迷ってた時に、みゆみゆかなって言った瞬間にその場にはるかがいて、すごいはるか村にめっちゃにらまれたんです。私じゃないんですか。でもはるか見てる、見てる、絶対ロケ行ける時あるからね、待っててね。一発目は私たちが頑張ります。はい、頑張ります。しかもね、配信日が11月10日から。そうですよ、日向さんお誕生日おめでとうございます。イエーイ、やったー。そして次回はね、みゆみゆの誕生日なんで、ね。そうなんですよ。そうだから初回のロケメンバーは誕生日コンビで、はい、イエーイ、お届けします。嬉しい。
ミューミュー。ハッピーバースデーとユー。やったー、すごい。いいね、嬉しい。どうしよう、何から食べたらいいんだろう。まずはもうモンブランから食べますか。抹茶濃い。びっくりする。でもそれとプリンの滑らかさがもう美味しさの二乗。やばい。いただきます。さつまいもです。なんかすごいさ、そのまんまさ、味がさしっかりくるよね、濃いんですよね。しっかりしてます。確かに。すごい。濃厚です。濃厚？私はね、ごま、ごまアイス。美味しそう、ごま。ごま、ごま濃い。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。